タンカレーはイギリスで製造されているジンのブランド名である。4回の上流により生み出されるスッキリとした味わいが特徴。アルコール度数は47.3%。20歳でロンドンのブルームスベリーに上流所を開いたチャールズタンカレーが1830年に作り出した。1868年に彼が亡くなった時、この上流所は息子のチャールズ・ウォータンカレーが相続し、 製造を引き継いだ。第二次世界大戦中に上流所は破壊されてしまったものの一つだけ戦火を免れた上流機があり、それはオールドトムと呼ばれ現在でも使われている。1999年にはプレミアム品として1839年、当時のオリジナルレシピを再現したタンカレーマラッカ、ジンが発売された。2000年よりスーパープレミアムジンとして、 炭レーナンバー10が発売されている。銘柄なは炭レー社の伝統的な製法を再現するために同社に現存している蒸留機の中では最も古く10番目に製造された小型炭式蒸留機タイニー店により製造されていることに由来している。新鮮な原料を使い4回の蒸留過程を経て製造。風味を損なわないようにするために少量ずつ。 製造しているアルコール度数は47.3%。その味はジンのロールスロイスなど様々な呼び方で称賛されており、ジョニー F ・ケネディが愛したジンとして知られる。ありがとうございます。